2017年台北国際工作機械見本市テムトスは、世界でも重要な工作機械関連見本市の一つで、毎回90カ国以上から参観者が集まり、出展規模も拡大し続けています。2017年にはこれまでの出展規模数、ブース数及び海外バイヤー人数の最高記録を塗り替えました。ティムトスでは国際機械産業のサプライチェーン全体を展示するほか、今回はインダストリー 4.0 プラス、スマート生産をテーマとして、高効率の自動化スマート機械を展示しました。Since the first time it has grown very, very big exhibition, many good manufacturer and a nice technology. So it's an opportunity that I don't want to lose. It's very good to come to TIMTOS to find some new suppliers. TIMTOS は多くの国際バイヤーにとって最高の調達プラットフォームです。マンツーマンの商談会を通し、国際バイヤーは最適な提携パートナーを見つけることができます。We are looking more and more into in the international market, especially in the Asian market. So this means for us it's important to have a Taiwanese supplier. I find it very easy to do business with Taiwanese companies. When we come to Taiwan, we see something that's totally different. You can see the latest trend going on in the market. TIMTOS 2017年では第1回サミットフォーラムを開催し、アメリカ、ドイツ、台湾の産学会より十数名の有識者を招き、業界における幅広いテーマで討論いただきました。TIMTOSの重要性はますます高まっており、業界の新製品発表、相互交流、宣伝マーケティングの舞台となっています。 The conference is very helpful for us, especially in Heidenheim. We can invite a lot of our customers and people to transfer and all of the new technologies what we are launched now into the market.工作機械の業界、非常に日々発展して、技術的にも発展するところが多くございますので、最近の情勢をフォローするというのは非常に重要かと思います。出展企業はTIMTOSを通して各々の得意分野を披露し、市場の潮流に合った最先端技術と設備を展示しました。TIMTOSの成果は非常に高く、現場では注文が相次ぎ、多くの収穫が得られました。透过这样的关系，更把公路做一个很好的整合跟行销，那还有在代理商方面，在客户端，我们能够显现出我们台北展的这些重要性。放跟整个工具机产业的这些厂商能够一起合作，那也希望在台湾工具机产业里面，大家能够共同携手哈，有更高的曝光率。大概有30几个国家的买主的代理商，是因为在这一次的工具机展，我们认识和一起合作签下代理合约的。这个展览已经变成全世界工具机展一个年度的重要盛事啊，对拓展我们国外全世界的市场都非常有帮助。TIMTOS、それは世界で最も重要な工作機械見本市の一つ。絶対に見逃せない盛大なイベントです。2019年、あなたのご来訪を心よりお待ち申し上げております。